今回はですね、明治の開示、受けた時の手応えはどうだった？めちゃくちゃ低い、本当に。あ、これはもう言い訳のしようがなく、純粋にもう実力どうした。さて始まりました、もちゃチャンネル。さあ、今回もですね、おばたの兄さんにおいていただきました。ハロセア。はい、では今回はですね、明治の開示、はいですね、成績開示やってまいりましたので、そちらを見たいと思いますね。はい、え、まあもう合格されてますんで、その合格したのが出ないんですね。合格したのは早稲田なんですね。出ないので合格しなかったやつですね。じゃあ行きましょう。え、合格したのが小学部ですね。ですね。で、合格しなかったのが経営学部と法学部です。はい。ということで2つの開示がいよいよ出たということで、え、受けた時の手応えはどうだったんですか？もう経営が終わった時はもう全落ちだなって思って。ああ、なるほど。経営以外対策してなかったから、ほんと。もう他2つは絶対ダメだなと思ってて。なるほど、なるほど。いや、受験は本当何があるか分かんない。え、これ経営ですか？じゃあこの最初は。え、合格最低って覚えてる？合格最低点は225点。はい。じゃあ合格最低点225点が経営学部ですね。はい。それでどうだったのか見ます。はい。そうすると合計得点は218点ということで、7点足りなかった。そんな感じですね。はい、まあ、わかんないですね。受験やってない人は、ああ、たった7点かって思うかもしれないですけど、でかいし。まあ、3問か2問か。7点にね、いるんすよ、いっぱい。で、これが総計になったら、とんでもない人数いるからね、その7点の中に。そう、だから2、3問だけでも、ダメなんですよ。ほんと、受験のこの、マーチ総計って、厳しいよね。だって1問でも、そう、合否分かれちゃうわけだからね。ほんと、恐ろしいと思いますが。はい。英語84点。どうでした？これは見てみて。めちゃくちゃ低い、本当に。もう、これ何点満点？150点満点の84点だから。うん、相当やらかしてるんで。ああ、なるほど。自分でもっといけた感だった。もう時間配分決めてなかったのもあるし、やっぱり、その、慢心しちゃったのが大きかったかなと、うん。なるほどね。対策してたのに配分決めてなかったのか。そう。それまずい。はい、それでいって、国語58点。これはどうですか？これはまあ、普通みたいな。100点満点。はい、100点満点の58点、まあ、6割いかないぐらいか、うん、なるほどね、古文とか原文とかの出来考えてもまあまあ割と普通、他で取り返せるっていう。なるほど。まあ日本史が得意科目ですからね。はい。で、得意科目の日本史が76点。まあこれもあの受験者層から見たらもうかなり高い方なんですけど、100点満点中ですね、はい。まあ、もっと取れたなというのはあります、ね、なるほど。やっぱり英語ですね、こう見ると。そうですね、これは英語がバカ低いから、やっぱり100ぐらいあればもう余裕で浮かれてたってことだからね。じゃあ英語であと数問正解できてれば違ったか。まあそうですね、はい、ということです。いや、いいんじゃないですか、これやっぱ受験のリアルがね見えますから。本当でも嫌だよね、このシステム。受かろうっていう名前がね落ちね。だって受かろうでね、合格発表見て落ちたじゃんね、これね。来年は受かろう、次は受かろうみたいな感じだもんね。なんでこんな名前にしたんだろう、本当に。はい。で、続いてが学部が法学部です。はい、法学部に行きます。法学部は合格最低点238点ですね。ああ、238点。え、配点は違うんですか？同じです。同じ。じゃあ法学部の方が高いと。そうですね、合格点が。はい、じゃあ見ていきましょうか。合計231点ということで、これはどうですか？またやっぱ7点、また7点、7点に2度泣かされた。これはもう言い訳のしようがなく、純粋にもう実力同士だって感じですね。ああ、なるほど。そうやってまず英語は、あ、112で、さっきよりはだいぶ取れてるんじゃない？そうですね、まあ落ち着いたメンタルで割とやれてたので。しかし国語が52で、さっきより低いね。国語はできなかった。もうすっごい難しくて。ああ。3割も取れてないんじゃないかと思ってたんで。なるほど。じゃあ思ったよりは取れた。そうなんです。で、日本史が67点。ああ、得意の日本史でも7割は届かなかった。どうやらちょっと難化してたみたいで。っていうのはある。まあそうですね。まあやっぱ明治で7割取れたら相当すごいと思うんで、まあやってみてください、ぜひ。とかってバカにする人、やってみてください。ぜひやってみてください。社会むずいからね、やっぱりね、はい、景色がやっぱ大きく結構ガラッと変わった感じ。なるほどなるほど、面白いわ、という感じで、はい、受験のリアルをお届けできたと思いますが、まあこれ見てどうでしたか？開示して、開示を実際見てみて。いや、でも思ったよりは惜しかったかなっていうのはあったので、なるほど。じゃあやっぱ結構実力あったってことだね、ちゃんとね。意外にまくりじゃなくて、まあちょっとそこはほっとしたっていうのはありますね、本当に。共通テスト、あれ最初のテスト何だったんだろうね、あの実力テスト。怖い怖い。はい、という感じだったと思うんですが、
今はどんな感じでやってます？勉強は自習室には行ってるでしょ？行ってますね。自習室の鍵なくしてね、もう大変でしたよ本当もうロッカーの鍵なくすとかがあって模試の結果が見れませんおいそんな理由かいっていう、今日の11時にロッカーの鍵届いて、うん、それでようやく結果見れたっていう感じすごいなという感じだったんです実は、はい、そんなことがありました、はい、そうですよ、みんなね動画しか見てないから裏で僕らが何やってるか知らないからさ裏のねいろんなのあるんですよ、はい、でそれで、まあ、自習室は響いててで早稲校で学習相談的なのをやりながら、ね、英語どうですか今のところ今のところは、まあ、その単語文法解釈長文って全部やってる感じで、うん、1日もう 5,6 時間ぐらいはもう英語に使ってる感じですね。なるほど。まだ早稲田レベルは到達はしてない。やっぱ厳しいですね、それは。まあまあそうか、共通テスト30いくつのレベルじゃ、まあむずいね、早稲田は全然レベルが違うんで。なるほど。まあとにかく英語をまず力を入れてって感じですね。早稲田のまだ英語の授業をまあでもだいぶがっつりと受け始めてきてはいる。え、早稲田のやつ受けてんの？まだですね。でしょ、うん、だからまだ私のクッソ難しいやつには到達してないってことですからあと3つぐらいしたら。あ、なるほど。でそれがあって国語は？国語もまあそうですね、結構やっててもう4時間とかはやってる感じで、うん、なるほどなるほどなるほど。で日本史は一番得意な？まあ1時間半とか2時間とか。うんうんうん、なるほど。じゃあ一回実力テストやるか。ほらヒューテラーあるからさ、相沢先生もいるし、うん、なんかちょっとアドバイスもらったりとかもできると思うんで。でこれこの動画が出る頃にはまだかな、ヒューテラー引っ越すから。あ、そうなんですか。ヒューテラーがゴロゴの、わかる？あ、聞いたことは、はい、あの、はい、ゴロゴって本あるじゃん。はい、あります、ね、あのゴロゴの場所に引っ越すから、ゴロゴネットと同じところになるからゴロゴネットと分かんないですけど、もう意味わかんないけどゴロゴネットとユーテラが同じ場所にあるっていう。でそこのものいろいろ多分コラボできるから、そこの出してる参考書とかも多分使えるから、じゃあそういう感じでね、相沢先生とか、相沢先生は国語もできるからね。あ、そうですね、確かに。なんでそういった感じで、まあサポート受けてもらえると思います。はい、じゃあ今回もやっていってもらって、ぜひどんな感じなのか。次の模試は6月の7月の、まあ、うん、まあ受けるか分かんないですけど、期日とかマークとかがあると思います。6月はないんだ。6月ないですね、確か。なるほど、 OK です。じゃあちょっと新メンバーにも模試のやつ受け方を教えさせるんで、あの模試の申し込みちゃんといいとこ、模試の申し込みの仕方教えてあげて。参考書かな、買いに行ったから。いや、じゃあ結構初めからやる。そうそうか、誰だろうさあ、そういう感じでやりますので、ぜひぜひ見てもらえればと思います。はい、じゃあこれからもまた頑張ってやってください。はい、今回はですね、現在の実力じゃねえや、はい、明治の開示ですね、はい、見ました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。成績開示帰ってきてみたじゃないのよ帰ってきたじゃないの、はい教育からで。はい、わかりました。で、なるほど、それは痛いですね、確かに。うん、はい。